マニワ市、コミュニティバスは、岡山県マニワ市、マニワ郡新城村で運行している、コミュニティバス、乗り合いタクシーである。このうち、27系統は隣接する鳥取県、倉吉市の関金温泉に乗り入れている。なお、マニワ市に、合併前の拡張村にて運行していて、合併後もマニワ市、コミュニティバスに再編されるまで運行していた、自治体バスについても、後で述べる。 詳細な運行案内は、外部リンクの、マニワ市、コミュニティバス、マニワ君の運行についてを参照のこと。ヒルゼン、クセルートのバス車両、福本タクシー委託路線の、車両ヒルゼンルートのバス路線型の車両は、日の自動車制が主力である。2018年に、初のノンステップバスとなる、日のレインボーを導入した。マニワ市に、合併前の自治体にて運行していた、自治体バスである、 北防町 A バス、中和村 A バスについて、以下に述べる。なお、いずれも合併後もコミュニティバスへの再編まで、真庭市にて引き続き運行していた。路線以下1路線があった。全バス停記載北防町 A バスの、車両中華村 A バスのバス停路線以下1路線があった。中和村 A バスの車両北防町バス、優勝運送管理規則。ありがとうございます。